電気工学効果とは、光が電場を呼び、電状の影響を受けている物質と作用するときに、発生する現象の総称である。このとき、典型的には、光学定数の変化が観測される。クラマース・クローニッヒの関係式により、急高度の変化は急収端に近い波長での屈折率に大きな影響を及ぼすため、急高度の変化と屈折率の変化は、 完全に分離できるものではないが、便宜上以下のように分類される。より抗議には、光と同等の周波数で振動する電解による効果も、電気工学効果に含めることがある。高強度に依存する急行を非線形吸収と呼び、急行度の変化の一つとして含めることができる。あるいは、高強度に比例して、屈折率が変化する効果を、光化効果と呼び、 屈折率の変化の一つとして含めることができる。光電効果及び行動電性と結合することによって電気工学効果はホトリフラクティブ効果を引き起こす。ありがとうございます。